改めまして、ご紹介いただきました水島でございます。今日は、2点、これまでの頑張れ日本全国行動委員会の活動を1年を過ぎておりますけれども、結成以来、どんなことをやってきたか、それと私の、ウィルなんかずっと連載してたんですけども、メディア費用ですね、一体日本のマスメディアがどんな状態にあるか、いうこと、この2点について、お話をしたいと思います。だいたい時間も限られてますので、まず、頑張れ日本全国行動委員会というのは、1年前の 2月ですね、一昨年2月に、結成大会を開きまして、多くの国会議員の皆さん、保守系と言われる皆さんでございますけれども、例えば安倍元総理、あるいは平沼武夫先生、創生日本、と言われるグループの皆さん多数、砂防会館始まって以来のということで、たくさんの人が集まってもらった。それから日比谷公会堂が、これも、始まって以来満杯になってあふれたというぐらい全国から、同志が集まってくれまして、結成されました。会長は先ほど講演をした玉神俊夫でございます。そして幹事長が私が務めております。これは先ほどちょっと言いましたように、私たちの運動というのはやっぱり戦後日本の在り方、これに対して、疑問を呈し、かつまた異議申し立てをする。そして戦後体制と言われるもの、特に日本国憲法なんかに象徴されるんですけれども、これに対して異議を申し立てをし、本来の日本というものに戻っていく、そういう国民運動をしよう。そして先ほど申し上げましたように、私たちは今もそうですけれども、一切財界や大企業、あるいは宗教団体、あるいは組合、こういった人たちから微大一文を受け取らないということですね。個人が支える、こういう形の国民運動をやろうということでございます。そういう意味では非常に財政的にはいつも苦しい、これから群馬県の方もなかなか大変だと思います。ぜひ皆さんに応援していただきたいと思うんですけれど、そういう運動を展開しているということであります。そして、先ほど言いましたように、私たちの頑張れ日本はチャンネル桜と同じように総合クッキー、草の根が立ち上がってこの国を変えていく。政治家の職に対しては国会議員たくさん来ていただいてますし、平沼拓夫先生とか他の、皆さんも集会やデモ行進、平沼先生なんかデモの先頭に立っていただいたりしております。しかし私たちは、請願運動はしないということです。政治家にお願いをするのではなく、政治家と共に汗を流し、政治家と共に涙を流し、そして国民と共に本当に人の心が通じる国民運動を作っていこう。で、どういうことをやったかといえば、まず、さまざまな保守系の運動を行いました。例えば人権侵害救済法案なる、とんでもない表現の自由や、人間の自由を奪うような政府が作ったこういう法律に対しては真っ向から反対してきました。それから、外国人地方参政権、こういうものに対しても、簡単なことでございますけれども、例えば、与那国島というのは2000人ぐらいしかおりません。ここに外国人の人が大量に意識的に入った場合どういうことが起こるか、そこの場所が例えば在日中国人の人間が入っていけば、そこがほとんど賛成が与えれば町長も議会もそういう人たちで占められてしまう。津島がそうですね、 2,3 万しかいません。あそこに、在日例えば朝鮮総連の人たちが集中的に住民票を移して町長選挙、あるいはそういう選挙ですね、こういうところに議会にそういう人たちが占めるようになれば、文字通り対馬は韓国領に実質上なっていく。こういう外国人地方参政権、日本を日本でなくすようなこういうものに対しても反対してきました。そしてはっきり言いまして、ありがとうございます。ほとんどの国会議員が何も言えない状態、パチンコの問題でございます。パチンコの問題に関しても、これは単に個人の遊びだからいいじゃないかという方もいますけど、そうじゃないですね。今は
コンピューターできちんと、意識操作ができる、いわゆる洗脳工作ができる、やみつきになるんですよ。で、行かないと不安になってくる。そういったそこまで人の意識まで研究された台が今どんどん作られている。そして前昔ののんびりした時代のこうやって私も覚えてますけど、こういったバレエをやるようなものと違って、もうこういう形でどんどん2万3万すぐに消えるような、そういうものに対しても私たちは真っ向から反対をし、同じ思いを持つ議員さんと共に、パチンコの重税化あるいは廃止というところを、それからもう一つ言えば、皆様もご存知だと思いますけれども、在日朝鮮人の皆さんの特権と言われるもの、こんなものは全部これなくすのが、このように今在日朝鮮韓国の皆さんは強制連行で連れてこられたわけでは全くありません。終戦の直後、もうマッカーサーの占領軍司令部も船を仕立てて財産を持ってみんなお帰りください、帰りたい人はみんな帰りました。そして朝日新聞ですら、徴用、これ当時戦争の当時は全国民が徴用されたわけですけれども、朝鮮から200数十名徴用された人がいたと。こういうことを含めて徴用された人も自由に帰れるような状態。今残っている人ははっきり言いまして、希望で残った方、自分の希望で残った方、それから、朝鮮戦争で密入国した方、こういう方でございます。私は何も単なる民族排外主義を言うつもりは全くありません。ただ公平であるべきだ、こういう人たちの事実をきちんと突きつけて他の外国人と全く同じ立場にしなきゃいけない。そして、まあ、私は以前衛星放送でフィリピンチャンネルっていうのを在日フィリピン人のためのチャンネルをやりまして、やってましたけども、そういう意味で同じ、アメリカ人も、フィリピン人もブラジル人も韓国人も北朝鮮の人も、こういう人たちは全部、差をつけてはならないということで今やっております。そして、特にもう一つ言えば、これは過激に聞こえる方もいるかも分かりませんけども、私たちの国の同胞が200名以上、一説には400名とも言われておりますけど、北朝鮮に拉致されたまま帰ってきません。独裁政権、ファシスト政権は私たちに返せと言っても返してこない、数十年が経っております。そういう、そしてならず者国家と言われる、核を作りミサイルを持って我々の国を火の海にする、東京を火の海にするといった発言もあります。朝鮮通信の方はこういう国、この今金正恩という名前の指導者、若い指導者に変わりましたが、こういう人たちに対しては非常に我々は厳しい態度をとります。そしてこういう朝鮮総連に対してははっきりと破防法の適用も含めた、捜査というものを審査というものをやるべきだと主張もしてまいりました。私たちは、朝鮮人だから差別ということではありません。不公平なこういった特権を全て剥奪しなければいけないというだけであって、それからもう一つ、こういったならず者国家のところでこの指導者、そしてその体制を認めるということは我が国にとって全く好ましいことではないんで、地上の天国に皆様はお帰りいただきたいということも、10年20年かけて憧れの地上の楽園にお帰りいただくということをお勧めしております。でこれははっきり私たちの国に入り住むならば、郷にいれば郷に従う、そういう形のやり方でしか私たちの国に住んではならない。特に拉致被害者が帰らないまま甘い態度を見せる朝鮮総連や北朝鮮に対して甘い態度を見せるということに対しては、私たちは反対運動を続けてまいりました。それから、尖閣諸島の問題、先ほどちらっと触れましたが、私たちは政府が全く自民党時代を含めて全く尖閣諸島を、放置したまま何もしなかった、一部の人が15年前ですか、
石原慎太郎さんや、西村慎吾さん、こういう志ある人たちが15年前に上陸した。でそれ以来ほとんど、尖閣諸島を訪れることがなかった。そういう時代にあってあの衝突事件が起きました。結果は皆さんご存知だと思います。なぜあれをすぐ釈放したか、お分かりになると思うんですが、報道は全くされませんでした。やったのはよくチャンネル桜にも出ていただいている一色正原さんという方。結局あの漁船員たちは本当に漁船員だったかということです。あの船長は本当に普通の漁師だったか、海上保安庁のある人に聞いたら手を見る漁師の手じゃないんですか。あんな真っ白けの手を漁師がしてるはずがない。つまり民間船を装った武装漁船であった可能性も非常に高い。それなのに我が民主党政府は慌てふためいたのか、何があったのか、船長そして漁船員全て釈放してしまった。船それものもすぐ返してしまった。あの中に何があったか、武器があったかもわからない、麻薬があったかもわからない、こういうことが一切隠蔽されたまま愛情と状態で我が国の尖閣諸島の防衛というものがなかった。防衛をする努力あるいは気概もなかった。でこれは単に中国に領土を奪われるということではなくてですね、私たちの国の誇り、名誉、主権、こういったものが奪われるということです。国民の誇り、これが失われるということなんですね。そして民主党政権というのはこんなものを放り出したら手として恥じない、日本は日本人だけのものではないと公言する人間が首相になったりする、そういう政権であったわけであります。今もそういう政権が続いています。まあ、そういう流れの中で私たちは、政府が国を守らないならば国民が一人一人が国防の義務を果たそうではないか、そういった思いで私たちは総合復帰の先ほど言った思想ということになりますけれど、草の根の国民が立ち上がろう、皆さんに呼びかけまして、1800万ぐらいのお金が集まりまして、それで、8トンぐらいの、まあ、漁船として大きな船を購入いたしました。35ノット出る快速船であります。